準々決勝第3試合です。その模様をお届けいたします。どうぞ。トーナメントここからベスト8、雌雄決戦参ります。大津さん、まず今の心境をお聞かせください。まあ、僕のカードネームジミコ大好き実装様なんですけど、まあ、尊敬する実装さんがまだ残っておられるので僕もあの追いつけるように頑張っていきたいと思います。決勝でね、決勝で会おうねみたいな。いや、会うなら準決ですよ。多分僕が一番今残ってる中でグレード低いと思うんで、大会を荒らしていきたいと思います。かっこいいこと言うね。いいですよ。そういうの欲しかったね。欲しい。争う争う。そういうの欲しかった。もう格ゲーは一人いなきゃダメなんだよ、そういう。俺に秘めたねっていうね、はい、うちに秘めたこの闘争心が抑えきれないみたいな。そう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 、はい、で空回りするタイプね。本当に大会は一発勝負であり、魔物が住むと言われておりますね。ここで一発まあまあ荒らしていただければと思います。その時のテンションもありますからね。もうね現場の結構2日連続で結構疲れマックスの時でしたからね、この時。炎の剣。さあ、でもこの瀬川のキリトがすごかったんですよね。すごかったです。いや、この方なんかすごいグレード低いとか言ってますけど、前の日にちょっとなんかテンプ大会みたいなのがあったんですけど、はいはい、普通に決勝まで残ってた方なんで、キリ強いんですよ。でこの小津さんって方もすごく立ち回りも上手いし、そうですね、この小津さんロケテストの時にクライマックスアリーナも開けてたんですけども、はい、ここで本当にプレイ回数ではものすごくトップの方だったんですよ。さあ、これカメちゃん見て、このコンボ数、はい、おー、3、あらららら、何ですかこれ。60、視覚的にもすごいなって分かるんでしょ。そうですよね。できるんですか、これが。だから前に1回このゲッチャっていう番組で一度こういうこともできるんですよって見本プレイでやったことが1回あったんですけど、まさか実戦でこれをやる方がこうも簡単にやられてしまうとはっていうのを実況した覚えがあります。おー、あれだけ食らいながらなんとおじさんがこのラウンドを取るという。サポートでフォローして、そうですね、ああいうサポートでフォローして、攻撃の隙を消すとかね、ああいうのが本当上手ですよね。上手、はい、プレイヤーの方はもともとピンチなところをサポートうまく使うことでピンチがチャンスになって、そのまま攻撃が継続するみたいな。そうですね、はい、まあ、美味しくサポートが当たってくれればその後、はい、そうですね、いけますし、コンボに行って、ここで切り札に二刀流。さあ、焼けた。おっと、さあ、さあ、まだ分からない。おっと、イクリプス。イクリプスでこれあれですね、ブラストも貯めようと思ったんですかね。そうですね、はい、おお、ブラストの勢いを維持して見事ベスト4、3人目オズ、おめでとうございます。おめでとうございます。率直な感想お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、はい、準決上がれてよかったです。はい、結構1ラウンド目怪しいな、危ないなと思ったんですけども。まあまあ、ちょっとキリトの切り札がもう強すぎて、はいはい、若干もうこっちも固まるしかない状態だったんで、はい、まあ、それさえしのげればっていうので、もう時間潰しして、はい、待ってましたね。一回その画面端から逃げて、はい、うまく対処したなというところが。そうですね、まあ、画面端から逃げれたらこっちもまた時間潰しがまあできるんで。そうですね、はい、おじさん、ロケテストの時にクライマックスアリーナっていう連動サイトがあるんですけど、はい、そこの上の方でもうものすごいプレイ回数の方がいらっしゃって、それがオズさんだったと記憶してるんですけども、はい、その通りです。なるほど、はい、その頃からちょっと恥ずかしそうです。受けてからやり込んだパターンですかね。もうちょっと今日は負けられないという気持ちでいらっしゃってるんじゃないですか。今この動画を僕が今アフレコしてると、はい、次の相手が2が3対ジスさんなんですけど、はい、まあ、どちらが勝ってくるかわからないんですけど、まあ、ジスさんだったら、まあ、胸を貸していただくつもりでも、はい、頑張らせていただきたいと思います。みんな自走さん自走さん言ってますけどね。自走さん中心に回り始めてみて、はい、いやもう神プレイヤーなんで。なるほど。次のプレイ期待しちゃいますけどもね。愛されてるな。期待値上がってますもんね。もう次も自走なんで、皆さんぜひとも。なるほど、お願いします。わかりました。自走さんと当たるかどうかというところですけども、はい、はい、この調子で頑張ってください。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの激戦を制したのはオズ選手、見事勝利いたしました。ベスト4、3人目となります。